この大自然の中、トトノーカーを使って整っていきたいと思います。分かってよ、めっちゃいいやつ。待って、あー、もう寝そう。すごい、一旦寝ます。キルンです。ナオです。今回はサウナのついたトトノーカーで大自然にやってきました。イエーイ。それではこれからこの大自然の中、トトノーカーを使って整っていきたいと思います。イエーイ。サウナはよく行きますか？サウナはたまに友達と行ったりします。でもこんな大自然の中でやることないんで楽しい。確かに初めて、ね、初めてだ。じゃあ早速中に入っていきたいと思います。開けていきたいと思います。やば、楽しみ。どんな感じなんだろう、ね、うわ、すげえ、すごい、すごい、完全に。え、すごい、風呂の中が、あ、暑かった。暑い、すごい暑い。完全にサウナが、え、すごい暑い。そうだよね、めっちゃちゃんとしてる。薪が入って、ね、車の中にこれあるのすごい。いや、本当にすごい。すごいよね、サウナの設備が完璧です。どんな感じか、ね、やば、やばい。え、すごそう。あ、すごい、わかってよ。待って、めっちゃいいやつ。中でやったこともあるけど、めっちゃいい。外でやるのもいいよね、なんか室内でやるよりすごい整いそう。で、でもめっちゃ気持ちよく整いそう。ちなみに今私たちが乗っているこちらのトトノーカーを使いたい方は概要欄にリンクがありますので、そちらからお問い合わせください。まだ私たちのこと知らない方多いと思うんで自己紹介します。していきます。はい、私ゆきるんです。普段はインフルエンサーの活動をしながらバーの方を経営してます。よろしくお願いします。はい、なおです。普段は、まあ、たまにこういう撮影とかもさせていただきながら、メインはお料理教室で料理の講師として働いてます。よろしくお願いします。サウナとかは普段どういうところ行く？うん、でも普通の、うん、いろんな人が入るサウナ、温泉についてサウナとかもあるけど、個室サウナに行った時にすごいなって思って、自分の仲いい人とか好きな人たちと一緒におれるから気に使わんですもんし、余計な身内だけでね、そうそうそう、だから楽しいから、確かに、それがすごいなと思って、このトトノーカーも好きな人たちとさ一緒に貸し切れる、それがめっちゃいいなって。確かに、私もなんかキャンプ場で一回なんかサウナ入ったことあるんだけど、そこもすごい。よかった。いいね。なんかそう少人数で入って、なんか外気浴、水風呂じゃなくて外出てこう外気浴したりとか、あと外についてる水風呂とかに入ったりして、めっちゃ気持ちよかった。最高。一緒な感じだよね、でも。そう、同じ感じ。でも車は初めてだから、確かに初めての感じで。確かにです。サウナとかあんまり入ったことない方はぜひこのトトノーカー利用していただいて、ぜひ整ってみてください。ぜひぜひ。整いました。やばい、気持ちよかった。最高最高。え、これありがたい。かわいいね、めっちゃいい。超良くない？かわいいポンチョ。かわいいね。家に欲しい。家に欲しい。家に欲しい。わぁ、最高最高最高。最高。やばい。めっちゃいい。気持ちいい。自然が。うわ、もう寝そう。すごい。一旦寝まーす。うわ、心臓どこどこ行ってる。自然の中のサウナめっちゃいい。やばい。気持ちいい。初めてのトトノーカーどうだった？え、めちゃくちゃ良かったです。ね、良かったよね。やばいやばい。なんか車の中だったからどんな感じなんだろうって思って、めっちゃ良かった。すごい。すごい、めっちゃ汗かいたし、ね、あとロウリュの、アロマ、
うん、超良くて、超かった。こんな手軽に、ね、川にあら直行できるから、わかる、川に直行できるのめっちゃ良かった。初めての体験ですごい良かったです。楽しかった、楽しかったです。トトノーカーが、運転手さん付きのオプションがあります。運転手さんがトトノーカー持ってきてくれて、で私たちは別の車で移動みたいな感じで使うことができるので、取りに行かなきゃいけないとかないから、すごい便利だし手軽にサウナを楽しめると思います。はい、はい、ぜひおすすめなので皆さん利用してみてください。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。バイバーイ。